皆様、こんばんは。今日は2021年8月13日金曜日です。まず、中国の陽州の感染者、新しい感染者ですが、37名増えました。合計485名になりました。陽州市、4つの区域、リスクですが、ハイレベル、高レベルになりました。今日から、 第7回目の PCR 検査を実施されました。中国ではよく PCR 検査をいっぱいやります。大規模に実施しています。100万人単位、150万人同時にやりますが、その検査キットはどうなんでしょうかと。以前ですね。 食料品を加工する工場なども PCR 検査のキットを製造するようになっているのが現状なんです。簡単に言えば、どの工場でも製造できるようになったのが現状なんです。しかし、PCR 検査のキットの品質はどうでしょうか私は信用できないと思います。なぜなら、去年、 今年の初めもそうでしたが、かなりの検査キットを輸出されました。当時製薬会社が製造していたんですが、でも海外に輸出されて品質が悪くて使い物にならないと判断されていました。今、海外からの注文はほぼなくなっています。なので、 中国の国内でその中国製の検査キットというものですが溢れています。今回は第7回目。前回6回目でしたが159万人が受けました。現在159万人のうち当時2名だけ陽性だと発表されていますが、もちろんですが信用できないと思います。 中国のニュースですが、揚州市の初期、中国の副総理が視察に来ました。彼はアピールをしました。我々は揚州市の中心部、170万人を隔離する。揚州市の中心部を閉鎖にすると、副総理、ご安心ください。ウイルスは揚州市内に閉じ込めると言いました。 揚州市の市民は全国の国民のために犠牲をしてもいいから国に貢献すると言いました。副総理は言いました。やめて、それはやめて。政治的な認識はいいんですが、揚州の170万人は人間です。あなたは揚州の初期として揚州の市民を犠牲にしてもいいと。 市民は同意しましたがと。副総理は言い返しをしました。これでわかるのが死の初期ですが、自分のことしか考えていないんです。アピールすることしかできないのが現実なんです。8月12日、南京、長州、武州、武州、南津蘇州、連雲港、 大ですが、すべての国道、高速道路、閉鎖です。合計93分の国道と高速道路は閉鎖している状態です。列車も停止です。去年と全く同じなんですよ。でも去年は全国の各地の国道と高速道路は閉鎖でした。村は自分の道ですね、遮断しました。 国道と高速道路と鉄道を閉鎖にした目的っていうのはロックダウンなんです。ロックダウンすることなんです。都市を閉鎖するという意味です。構想書は省の交通ルートを遮断にしました。つまり構想書はロックダウンです。経済活動は停止っていう意味です。 経済活動には一番大事なのは交通のルートです。交通のルートが遮断されると間違いなく経済活動は止まります。今回の病気の発症地というのは南京からだと言われています。つまり江蘇症が影響されています。次、湖南省の超加害、報告書 河南省、ピッキンも同じなんです。8月11日午後からネーハからピッキンの飛行機、それとピッキンからネーハの飛行機、運行停止です。つまり、中国では病気の影響というのは収まっていないんです。一部の地域は準閉鎖、まだ閉鎖にしているんですが、効果はないんです。なぜなら、 対応の手段はどん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 厳しくなってきているのが現実なんです。病気の最初ですが、交通の遮断はなかったんです。あくまで一部の地域を準閉鎖、あるいは閉鎖にしました。今になって、市、また省の国道、高速道路、それと鉄道を遮断にしました。つまり、 中国の経済はまだショックを受けるし、そのショックがひどくなってきています。そして範囲も広くなってきているのが現状なんです。一番大事なのは輸出です。港です。広州についてデルタ株の感染者が初めて確認された都市でした。港があります。 前回は5月21日でした。約1か月かかりましたが、広州市はほぼ閉鎖でした。153名の感染者だったと発表されています。 5月21日から6月21日まで1ヶ月かかりました。1ヶ月で講習詞は発表されていますが、感染者はゼロです。我々は病気に勝利しましたと。再び勝利しましたと。勝利はしました。責任者、政府の官僚には責任を追求することになりました。中央政府は 昨日発表しました。合計20名の官僚に対して責任の追及をしますと、中京内部での責任の追及について説明したいと思いますが、まあ、コメントでも、えー、数日前ですが、書かれていますが、ミルクの事件がありました。3、鹿。 ミルクというメーカーがありますが、中には不純物があると判明されて、たくさんの赤ちゃんの腎臓ですね、病気になったんですよ。被害者ですが、29.6万人の赤ちゃんが被害者となっています。約30万人ですよ。これが中国での赤ちゃんの現状なんですよ。赤ちゃん、産んでくださいと言いながら、 1>, 1人目をなくして2人目産んでいいですよと言いながら今回は3人目出産していいですよと言いながら赤ちゃんの出産というのはとても安心できないんですよ。今回のワクチンの副作用も同じなんですよ。妊娠するのを推奨しないと中京は言っていますのでワクチンの副作用があるということでなので赤ちゃん作る人はとっても少ないんですよ。 この国営、まあ、ミルクの工場、企業ですが、国営の企業なんですよ。そして、当位の支部、当然あります。初期があります。その初期っていうのは責任を取ることになります。なぜなら、中国では経営者、工場長、CEO より上の人ですが、その企業にある、えー、当院の支部がありますので、その初期が 誰よよりも偉いんですよ1年後ですがその初期が責任を取るということで1年後他の企業の初期として就任されました。官僚っていうのはずっと官僚なんですよ。これが中共の文化です。でも話をしたいと思いますがもうちょっと待ってくださいね。これはですねあのいろんなあの、まあ、そういう罰っていうのはありますので例えば えー、こちらはですね、解免というものがありますので、これは簡単に言えば、叱ること、もう起こることですね。怒られて、叱られて終わります。これは、帰化と言いますが、記入する過失と言いますが、これはですね、過失を記録するだけです。何もならないです。次は、免職。 という単語ありますが、免職で聞きますとすごいと思われるでしょうが、そうでもないですね。免職っていうのは政治的な地位はそのままに。ただ職業責任者として一時的になくなる。でも福利構成、給料体制は変わりません。待遇というのは一切変わりません。そして社会的な影響を見て、反応を見て、みんな 収収まるまままるるで、あるいは、まあ、収まりました。つまり国民のみんな忘れました。それから復帰する。つまり省の幹部なら復帰後も省の幹部になります。企業の幹部なら企業の幹部にもなります。影響というのはないんですよ。当時ミルクの初期はこれでした。免職でした。なので何もならないです。 次は撤職。撤退する職と言いますけれども、これは完全に重いです。首です。福利厚生、収入、政治的な地位、すべてなくなります。これが一番重いんです。でもですね、なかなかないのが現状なんですよ。つまりですね、重い犯罪っていうのは政治的な犯罪。例えば、外国に逃げたとか、 習近平に対ししして批判をしましたとかある意味ですね、習近平をあるいは中共を批判することをしない限りはないんです。これがもう今の現実なんです。まだ特徴がありますが、初期は警告で終わることが多いんですよ。つまり叱ることもないんです。もう警告して終わりです。免職で 終わるのもも、稀にありますけれどもしかしですね、副書記とかに対してかなり厳しいです。責任者というのは大体副書記になります。市長は大丈夫ですが、副市長になります。重いんです。罪が。これは中教の内部のポンカーなんですよ。上の人を守る。 その次の人に罪を背負ってもらうというのが宗教の文化ではあります。部下について、ある工事現場がたくさんの感染者が出ました。これが今の現状です。数字というのはありません。次は、離婚ですが、1ヶ月閉鎖している状態です。 リ,ジャンリコーと言いますが、あの綺麗にあの湖、まあ、書いてありますが、これはいまだに閉鎖のままなんです。解除していません。この場所っていうのは随礼史に近いんですよ。翡翠を売買する場所で、中国では有名なんです。翡翠です。しかし、今はずっと閉鎖しています。商売にはならないんですね。 私は前の動画で結構必須の、まあ、ギャンブルとか意思を割ってどのくらいの価値にあるのか話をしましたけれども必須の売買というのはもうについてですね必須の売買というのは資産は必須なんです必須を売買する取引する、まあ、お店とか個人とかにすればその資産っていうのは必須です儲かっているように見えるでしょうが 必須が自分の資産なんですよ。しかし必須を売らないと商売にはならないんですね。また必須そのものですがそのもの自体は当然お金にはなります。例えば不純物がなければ透明度が高いものであれば高いんです。そして綺麗なお色をしていて青色とか緑色があって非常に綺麗ですね。 その加工すす。る技術も、えー、高いんですまた、翡翠に対して何かダイヤモンドとか金とか銀とかつけるとまだ効果になってきますがつまり翡翠っていうのは、まあ、原材料と思っていただければと思います現在この都市ですが閉鎖です出入り禁止基本ですが出ることは禁止です この都市は今回第5回目の閉鎖になっている状態です。長期的かつ回数も多いんです。多くの方はこの都市から離れました。ミャンマーとの付き合いが深い都市ではあります。そして、翡翠の産地というのは ミャンマーなんです。でも中国で加工そして中国で売買を行っているのが今の中れなんです。やはりそこではもう翡翠の取引マーケット取引市場となっているんですがまだ税例市ですが市民の多くの方翡翠にあの関連する仕事をしています。 対策としてもう市民もみんなやはり生きていくためには生活をしていくためにはお金が欲しいです。でも資産は必須です。売らないといけません。そこではオンラインで必須を売買することにしました。例えばライブ放送をすることによって必須を紹介してあの売りますと。しかし政府はそれを禁止にしています。 オンラインでの売買も禁止、ライブ放送も禁止なんですよ。これはですね、本当にもう重いんですね。もうこれで生活はできなくなってしまうんですよね。まだ政府からの補助金、あるいは支援というのは一切ありません。税理氏の産業というのは必須、今は崩壊の状態です。 しかし、商売人には方法はやはりあります。筆跡を違う地方に移動することですね。例えば、上海とかに、えー、持っていて、そこで売ればいいんですね。でも、できないんです。それでも禁止なんですよ。なぜなら、自分は筆跡を持って出ることはできません。そして、郵送にしましょうと。筆跡の郵送も禁止なんですよ。 つまり、税礼士の政府の行動を見て、中共がやっていることを見ることはできます。出国禁止イコール税令士なら、市から出ることはできません。出金ペンなら、資産を海外へ流出禁止。税令士なら、翡翠を郵送することも禁止。持って出ることも禁止。つまり、 水冷市の政府としては資産を市内に置いといてくださいと。習近平なら資産を国内に置いていてください。という意味なんですよ。これが中国なんですよ。香港の話ですが、もう出国、入国の話になってきますが、香港では入居局といいますが、これは日本語で言うと、 入国管理局になってきますが、でも香港はもう中国の都市ですので、入居と言います。入居局発表しました。局長には権力があります。これは8月に修正されましたが、特定した人間団体、香港に入ることを禁止にすることができる。まだその人間団体、香港から 出ることととを禁止にするるここができるとこれがですね、違法なんですよ。香港には憲法があります。それは基本法と言います。基本的な法律という意味ですが、基本法と言います。自由に香港から出ることができる。香港の方は香港に自由に入ることができる。これが憲法に決められています。 でも無視されていますつまり人権っていうのはなくなるっていう意味なんですよ。皆様は先進国の方は自分の国から出ることは自由です。そして外国から自分の国に戻るっていうのは国はダメですぜ。絶対言わないんですよね。これが人権なんですよ。国民の自由なんですよ。パスポートを募集することもダメなんですよ。 でも中国では中国の政府はそれができるんですよ。そして新しい条例がありました。映画の内容を審査する条例。すべての香港での映画雑誌などには、香港の治安安全に影響する内容があると、放送禁止です。次は教育なんですよ。今年から 通知科といいますが、日本語で言いますと、社会という学科ですが、つまり今の社会に起きていることを教える授業なんですが、これを廃止となりました。その代わりに社会主義と社会の発展についての学科になりました。つまりこれから洗脳の始まりなんです。 たくさん本校の方移民をするようにしていますがその理由の一つですが教育なんです自分はいいんですが自分の子供自分の孫やはり困ります宗教に洗脳されてダメですよという意味ですそして嘘な歴史嘘なものをですね教えられますのでこれはダメですよという意味ではありますが 海外に移民されています一番人気のある国では、やはり香港イコールイギリスですので、もうイギリスは一番です。次はオーストラリアでしょう。次はカナダだと聞いたと思います。私はそういうふうに聞いたんですが。次は台湾ですね。まだ台湾もありますが。香港では全ての先生がこの教師ですが、 国家安全教育の特別訓練を受けることになっています。そして中共は警告していますが、学生に自己主張をしてはいけない、社会を先導的な言語を使うなというふうに指示しています。これはですね、中共の技なんですよ。まずは教育とメディア、この2つをしっかり握る、コントロールすることなんですよ。 香港の方はこれから本当に大変です。一部の方は移民することにしました。香港大学の調査では、香港の青年57.5%の方、香港以外の国に移民したいと、そういう意識は持っていると、12.8%の青年、今のままで良い、あるいは外国に行きたくない、あるいは香港から離れたくない。 でもその中には、香港にいて抵抗していく、反抗していく、まあ、反抗していくというのは言葉おかしいんですが、戦っていくという行動は、意識はあるとは思います。香港にはですね、まだ教育協会は解散となりました。メディアも中共に完全にコントロールされました。 まあ、そういう教会ですが、例えば先進国、あるいは先進的な社会には、いろんな団体、あるいは教会があると思います。例えば、子供を守る団体、教会、女性を守る団体、教会、動物を守る教会、団体、などなどありますが、日本にもいっぱいあると思いますが、その団体とか、何々、教会があって、 まあ、我々を一つの輪になってみんな同じ価値観を持っている人間が固まって政府と戦っていく戦っていくっていうよりはですね政府にみんな固まって集まって政府に対して提案をしていきますそして政府が政策を作るときにどうしてもそういう声が多いあるいは大きいですので 考えないといけません。配慮しないといけません。そういう意味なんです。なので、社会が発展していく。あるいは、政府はですね、たまに誤って、まあ、間違っている判断はあります。間違っている政策もあると思います。でも、社会ではそういった団体とか、何々協会があって、政府に対してまたアドバイス、また デモとかももししまますす。ので、それを政府がそれであの修正もしていきますなので修正していく最終的にはもう誰にとみんな納得できる政策納得できる法律がもう作る作り上げる作っていくそういうまあ方向ですねなっていくんですが中国にはそれがないんですよ。 全ての団体とか、全てのそういった組織とか、教会とか、ないんですね。それが今の現状なんですよ。だって人が集まるとダメですよ。それが中国の今の現状なんです。そして、まだ大事なのは、香港では反国家制裁法を実行されます。9月から実行されると思いますが、 これがまた厳しいんですね。なぜなら、香港の長官、あるいは官僚たちは一部アメリカに制裁されています。香港の銀行ですね、どうしてもできないので、もうそういった官僚と縁を切ります。つまり、官僚たちの口座、香港の銀行ではやはり作ってはいけませんと。なので、香港の長官、女性ですが、 あの彼女ですね、給料をもらいますので、現金でもらっているんですよ。現金もらって、現金で家まであの、家で置いとくという流れなんです。これが今の現状なんです。やはり香港では口座を持っていません。口座を作ってしまうと、その金融機構がアメリカに制裁されます。例えば SWIFT。 使うことはできなくなったりとか、ドルとの取引できなくなってしまうと、もう銀行というのはもうできないんですね。崩壊の状態です。潰れると思いますが。なので、これがあって、みんな実行しています。なので、この長官、あるいはアメリカに制裁された人間と縁を切っているのが現状です。ただしですね、もし香港でこの反国家、 制裁法案実行されますと、香港の金融,、まあ、金融機構ですが、銀行ですが、アメリカの制裁を受けた官僚に対して縁を切ります。そうすると、香港の政府も戦っていかないといけないんです。同じく、この金融機構を制裁する。香港にあるアメリカの金融機構を制裁にしないといけないんです。これが ダメですね。ダメというか、どうなるでしょうか。非常に難しいんですね。やるのか、やらないのか、やると自分はどうなるのか。これがこれからの話題になりますが、注目していきたいと思います。香港のリスクっていうのは本当にもうありますので、あるいはこれから香港は少しずつ中国の国内の一つの都市、例えば、 えー、上海とか、重慶とか、制度とかのような都市になっていく傾向ではありますが、最終的にはなると思います。なので、国際的な香港、グローバル的な香港ではなくなると思いますね。もう香港にいらっしゃる日本の方ですが、もう警戒っていうか、もう今後ですね、やはり、 考えないといけない時期になってくるでしょうと私は思います。この動画はここまでにしたいと思いますが、最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。